月10日宇野国午前7時戦国史上に比類なき激闘川中島決戦の火蓋は切って落とされました。数時間に及ぶ激戦は幕を閉じました。
宇の国より勝の国までは上杉の勝ちなり、勝の国より美の国までは武田の勝ちなりと秀吉が評したこの激戦で、戦死せる者武田方2800、上杉方3100と伝えられる。また一説によれば、上杉勢の存命死者3400、負傷6000、武田勢の損害死者4500、負傷13000。うちには信玄の弟武田信繁、武田の猛将諸角文吾の神、参謀山本勘助春行の戦死が伝えられ、戦国史上最大の戦いを裏付けております。